listening to Shibuya Cross FM。 令和5年8月6日日曜日、第44回目東京しゃべりクラブ、パーソナリティ雪の精霊ゆきです。皆さんこんばんは。やってまいりました、2週間に一度のね、大切な日です、ね。はい、今日は渋谷クロス、はい、今日もです、はい、サテナットスタジオよりお届けいたします、ゲストさんの今日紹介ですね、はい、この後19時10分からはロサンゼルス DJS なずきさん、そして19時20分頃からはスタイファクトリーさんのプロモーション PV、 こちら大好評です。車の紹介、今日はね、どんな車が登場するかお楽しみです、うん。そして19時30分からは開運なんでも鑑定団、エンディングテーマ太陽になるをお歌いになっている冬月ニーナさん、ご登場になります。はい、ね、この番組実はですね、クラブハウス、うん、こちらからスタートした番組で、はい、実は昨夜で1154回、すごいですね、これ間違いじゃないか、1170回の間違いじゃないか、ね、あのまあまあまあ回数はいいとして、はい、まあ、2021年、ね、はい、3月18日より、うん、お一人の女性クラブメンバーさんをお迎えして、はい、1対1のトークルームを開いております、はいはい、なぜ女性と、この雪の精霊ゆきが話しているかといいますと、うん、インスタグラム、ツイッターでは伝わらない、お人柄、ご活躍、はい、普段会話からでしか伝えられないその人の雰囲気、うん、ありますね、はい、それね、はい、そういったものをお届けするプログラムになっております、はい、東京おしゃべりナイト23時から24時、こちらぜひ注目してください。こちらの QR コードは、ね、東京おしゃべりクラブクラブハウスになります。そちらの情報はこちらの QR コードから、お取りできます、はい、ぜひぜひ皆さん、ね、はい、私も出演させていただいたりしてますので、そうそうそう、ね、8月もう1回、ね、出させていただくので、はいはい、ぜひ皆さんよかったらこちらの方から聞いていただけたらなって思います、はいはい、ラジオもいいけどクラブハウスだと普段会話が聞けちゃうよ。そうですね、また全然違いますよね電話みたいな感覚なんで、そう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 、素で喋っちゃってもう本当に、そう、ね、ね、はい、早速今日はね、はい、お越しいただきました、ゆつきさん、はい、はい、ゆつきです。今日はよろしくお願いします。はい、早速ですかね、はい、ありがとうございます。自己紹介の方いただきましょうか。はい、和歌山県出身で、うんうん、2020年に、ファーストミニアルバムを発売してから、そこから本格的にシンガーとして、うん、ライブ活動をやったりとかしてます、うんうん、よろしくお願いします。お、なんか手に持ってるけどそれは何？これは私のファーストミニアルバム、はい、月泊、実はね、はい、これのマイカーにも CD 入っていて、あの他のね、他のクラブメンバーさんもたくさん歌ってるんで言えないんですけど、はい、言っちゃいますけど、いいんこれ CD 入ってるんですよ。ほんまですか？はい、もう入りっぱなし。やった、はい、入りっぱなしですか？やった、ありがとうございます。うん、皆さんもぜひね、お手に取ってみてください。本当にすごいいいアルバムになってますね。ね、はい、そう、そのいい感触、素敵な歌声、はい、後でね、一曲ご披露いただくと、はい、はい、歌わせていただきます。お願いいたします、今日もね、さまざまなプレゼントがあるんですけどね、こちらはね、あのまた後ほど、いろいろね、ご紹介させていただきたいなと思います、はい、T シャツもありますし、そうですね、マグバームさんからのいろいろなプレゼント、うん、はい、スタイファクトリーさんからもプレゼントがあります、はいはい、そしてそして、それではね、早速、スポンサーさんの紹介に参りましょうか、はい、はい、これは自分の方から流していきます、はいはい、スポンサーさんの紹介に入ります。 BMW 専門店のツタエファクトリー、マグバームオーガニックサイエンス、豊かな今を創造する詩の世界、浅川真子、以上各社の提供でお送りします、はい、まあね、44回目になりますと、うん、まあね、緊張も薄れるんじゃないかと言いますけど全然薄れません。あ、まだ緊張してるんですか？緊張ですね。うわ、私ちょっとなんか緊張ほぐれてきました。あ、本当？はい、ちょっと分けてほしいわ。え、分けてほしい。緊張ほぐれたのですか？分けてほしい。えい、ほっこんな感じで、こんな感じで何をやってるんだろうね今日はよろしくお願いします、はい、じゃあ まず早速、はい、バックでかかっている東京ジャケンさん、うん、はい、こちらのね、映像をお届けしましょうか、はい、ご紹介お願いします。東京ジャケンさん、スターラビリンスです。映像とともにお届けします、はい、お願いします。やってるっていうお話でしたけど、はい、
ね、ちょっとそろそろね、一曲歌っちゃってもいいですか、もう待ちきれないっていう方もいらっしゃると思うので、ね、待ちきれないって方いらっしゃいますかね。あ、もうね、画面ね、スタジオに来ていただいた方もいいんではないかと、いうね、はい、リアクションいただいてます、はいはい、では一曲歌わせていただきたいと思います、はい、これはどんな曲ですか。そうですね、この曲は私のこの先ほど紹介した月泊の中に入っている、うんうんうん、あのメイン曲なんですけど、はい、どんなに迷っても自分を信じていればきっと未来は色づくよっていう、うん、ちょっと背中をそっと押してくれる楽曲となってます。いいですね、思い切り押されると倒れちゃうからね。そうなんですよ、そうなんです、そっと押してくれる感じね、うん、厚かましかったりするじゃないですか、はいはい、ドンってやられるとね、何しとんねんって、ね、そうです、そうです、だから何やねんってそっとね、手を置いてあげれるようなそんな楽曲になってます、はいはい、あ、いいですね、そっと押していただいて、はい、元気と勇気、あ、そうです、そうです、パワーをもらえると、パワーを与えたいと思います、はい、それでは、早速あちらの方に行きますかね、はい、スタンドマイク用意してますんで、はい、わー、ありがとうございます、よろしくお願いします。じゃあ改めてね、曲のタイトルとね、を伝えていただいて一曲お願いします、はい、月泊の中から、ブランニューミーお聴きください。今日はちょっとアカペラバージョンで、すごい、あのアルバムの中はアカペラバージョンないでしょ。ないです。じゃあせっかくなんで、そうです、そうです、いやー、いいね、いいね、いいね、じゃあ歌わせていただきます。はい、レアです、聞いてください。はい、お願いします。大切な何かを探しても迷路みたい空回り、遠くて見えない場所でも想像して羽広げ、雨上がりの虹の向こう、私信じてみて、 Never cry, だんだん Never lose, どんどん高まるこの想い、道は続いてるんだ、 Move on, move on forever, Never feel, きっと Never fall, ずっと高まるこの想い、そっと新しい地図開き、明日を色づけてゆく、 I never stop believing。 ありがとうございます。ファーストミニアルバム月泊から、ブランニューミーでした。ありがとうございます。いやー、俺驚いた、あのアカペラバージョンで来ると思わなかったんでね。私も、はい、正直言うと、うん、音源持ってくるの忘れたんですよ。いいじゃないですか。まあでもなんか逆に美味しいなと思って、はい、うん、いや美味しすぎます。アルバムではそうです、ないもんね。アルバムでは音源があるので、うんうん、今アカペラ聞いていいなと思っていただいた方は、うんうんうん、ちゃんと歌ってるのも CD の中にあるので、うん、はい、なるほど、ゆつきさんにアクセスをいただきたい方はこちらの画像ですね。ゆつきさんの画像を出していただくと、今のね、うん、この月泊というアルバム購入、はい、これすぐ購入できる。そう、できます。あの、うん、Amazon とかからでも全然できます。あ、Amazon からも購入、はい、この QR コードから、アクセスいただいてご購入ができます、はい。いやー、カペラバージョンできた、それわざと忘れたんじゃないの。いやー、まあ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 、狙ってたんじゃないの、ね、まあ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 、最終的にはそういうことになりましたね。おうおう、歌は、そう、歌は同じなのに、あれ全然違いました。車の中で聴いてるし、あの歌と違うぞ。あ、お、演奏がね。でも私も多分アカペラ初めて歌ったんで、自分でも、うんうん、いつもと違うっていう感覚で、なんかまた違う表現の仕方できたなって、新しくそう、ね、うん、できたんでよかったです。いい感触、新しい世界がね、うん、広がると思いますよ。はい、ありがとうございます、はい、最高。今日ね、実は初めてお会いしたんですけどね、はい、そうです、そうです。まあ本当、あの初めてお会いした感覚ではないような、本当打ち解けやすい、ありがとうございます、ありがとうございます。それがね、やっぱり歌にも表れている感じがしました。 ありがとうございます、すごく嬉しいです。最高。おい、すみません、突然のリアクびっくりしました。最高。びっくりした。ね、あのこういう突発的なことをするやつ、はい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 、楽しいです。楽しいですね、はい、はい。ではね、早速、うん、今日はあの、本来なずきさん、はい、そうですね、来ていただく予定だったんですが、今日はね、電話でご出演いただくということで、はい、私もすごくお世話になってます、なずきさんには、ね、はい。なずきさんというのはどういう方ですか。そうですね、なずきさんはあのー
まあ、サックスプレイヤーの方なんですけど、うん、もう本当に仲良くさせていただいてて、うん、ご飯とかも連れてっていただいたりとか、はい、もうプライベートでもすごい悩んでることないとかっていうこと聞いて、そうです、そういう人やっぱなかなかいなかったので、はい、なるほど、そう、はい、ね、嬉しいです。あの飯友とかそういうんじゃないですよね。あ、でもご飯食べに行ったら5、6時間ぐらい時間急に経ってたりとか、電話でも3、4時間ぐらい話したりとか、本当に、なるほどね、仲良くさせていただいてます、まあね、ラジオの DJ、はい、ロサンゼルスのね、そうです、方でね、はい、ラジオやってらっしゃるということで、うん、自分もあの同じラジオやってるんですごい興味津々なんで、ね、はいはいはい、この後ね電話つないでみましょう、うん、はい、つなぎましょう、行ってみましょう、うん、何してるかな、何してるんでしょうね。さっきリハーサルというかね、はい、ちょっと話し合うときに電話なかなか出てくださらなかったですもんね、はい、裏話言うねはい、かかりました、かかりました、はい、あ、お、早い、あれ、なずきさんですか。はい、こんばんは、なずきです。あ、なずきさんだ、こんばんは、本物だ、こんばんは、本物ですよありがとうございます、今日もありがとうございます。前回もね、お電話で出ていただきまして、うん、はいはいはい、ぜひね、いや本当はそちらに行く予定だったんですけども、うん、はい、うん、ちょっと今回いろいろなことで、うん、伺いできずに、うん、も本当に大変申し訳ございません。 いえいえ、でもね、まあ、裏話言っちゃいますけど、来年の1月にはね渋谷 VS ロサンゼルス、ね、2人の DJ、ね、渋谷 VS ロサンゼルスレディオということでね、本当に楽しいことができるかもしれないですけども、はい、ね、はい、2人でこう DJ バトルをやってね、 どっちがいっぱい喋れるかっていうのもいいじゃないですか、はい、マイクを当たらんぞみたいなめっちゃいいです ね、 ね、いいですね、 DJ バトル楽しいですね、 楽しいですね、もうひたすらもうバトっちゃうってどんなバトルどんな、そんなことでも見たことないですもん、ないでしょ、マイクを離さないっていう、そうそう、ガが強いですね、すごい、どちらも、そうそう、相手を吹き伏せながら自分のことを話す、はい、あー、大事ですね、はい、そうですね、うん、はい、まあ、来年の話は、まあ、またね、まあ、お楽しみ、一旦置いといて、はい、なずきさん、どのような最近、はい、激アツな活動をされてますか。そうですね、はい、私、サキソフォニストとして、サックスプレイヤーですね、うん、として活動させていただいて、そして、エリアレディオロサンゼルスのレディオ TJS レディオっていうのがあるんですけども、そちらの方で、うん、名付けずミュージックタイムという音楽番組の DJ をさせていただいております。で、その中でですね、いろいろとロサンゼルスのラジオの方には、まあ、平原彩香さんとか HY さん、そして東京スカパラダイスオーケストラさん、そしてまだまだですね、これからもたくさんのミュージシャンが出演していただくことになっておりますので、もうよかったらこの渋谷クロス FM さんの聴いている方々も TJS レディオの方のアプリ、うん、日本でも聴けるようになってますので、撮っていただいて聴いていただけたらなと思います。うん、その概要などはね、うん、SNS、Twitter の方でも書いてますので、うん、皆さん見ていただけたらと思います。そして、はい、サックスに関してはですね、いろいろ、活動させていただいてまして、うん、まあ、今一番が10月7日に世界遺産、高野山でですね、うん、行われる金剛峯寺、うん、の本山ですね、はい、はい、で、3年前にMISIAさんが開催された奉納ライブの場所で私が演奏させていただくということで、今こちらの方もクラウドファンディングの方をさせていただいてますので、ぜひぜひ、関東の方々も和歌山の高野山来ていただいてですね、何ですかこの神聖なる場所で、うん、清めていっていただけたらいいなと思っておりますいやー、はい、今ざっとお話聞いてもね、うん、聞き覚えのあるアーティストさんとかたくさんね、はい、そうですよ、すごいですよ ね、 ねだから来年1月ね、はい、もうなずきさん来ていただく時には、はい、皆さん引き連れてね、このスタジオに来ていただきたいなと思って、はい、なずきさんの力ですすごいですね、あれってなずきの人だってねえ、いやもう本当に皆さんね、うん、すごいミュージシャンばっかりで、はい、逆に私の方もお勉強させていただいて、そして、うん、この渋谷クロス FM さんの方には出演させていただくことによってですね、ユッキーさんからのこのパーソナリティの勉強させていただくという、両方
兼ね備えさせていただいてますので、本当ユッキーさんには感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。いえいえ、もう教わることばかり、皆さんの輝きで、ね、照らされる、あの月のような感じですよ自分は、ね、太陽に照らされて、はい、で月自体は光ってないです。そうですね、あの湯月と名月なんで、両方とも月なんで、はい、ムーンで、はい、照らしていきます。今日は出演する方全員月が入ってるんですよ。あ、なるほどね。ユッキーさんだけ入ってない。あ、俺たち全員ユッキーさんだけ仲間外れで、今日だけ雪月でいいか。雪月にしましょう。じゃあ今日は雪月さんで。無理がある。無理がありますね。聞いてる人びっくりしちゃいますね。誰だろうって。ユッキーさん星だよ、星。星ユッキーさん星か、うん、星は落ちるからな、大丈夫かな。まあそう、あとで、なずきさん、あとなんか告知ですとか、はい、告知これからやられるとかね、はい、こんな面白いエピソードあるよとかなんかあれば、はい、はい、サックスの方ではですね、うん、9月30日、うんうん、あの和歌山県白浜の方でですね、うん、白浜のビーチでランタンフェスティバルがあるんですけども、うん、そちらの方で私のバンドなずきゆずの方が演奏しますので、ぜひ白浜海水浴場の方ですねに来ていただけたらと思います。そして10月7日はですね、先ほどもお知らせいたしました高野山での壇上伽藍、本当にミーシャさんとかね、ハイドさんとか、そうそうたるメンバーがされているライブの場所な、奉納ライブの場所なんですけども、うん、そちらの方で私なずきも奉納ライブをさせていただけることになったので、ぜひぜひ和歌山の方に来ていただきたいと思います。そして私、和歌山県すさみ町の観光大使もさせていただいてまして、すさみ町の方が今海水浴場の海開きとなっておりますので、そちらに来ていただいたりですね、和歌山市の観光発信人もさせていただいてまして、和歌山市の方は和歌山城が有名ですので、ぜひぜひ皆さん観光に来ていただいて、なずきに会いに来ていただけたら嬉しいなと思っております。いや、はい、すごいね、今もうざっとお話聞いただけでもね、はい、目まぐるしい活動、ね、そうですよね、すごいですよ ね、なずきさんにアクセスしていただく場合はこちらからです。いやー、ほんとね、もう多分今ね、はい、覚えられないと思う、俺の思考回路でもうすべ、ね、てがね、ぜひ皆さんね、SNS QR コード貼ってますので、ぜひよかったらフォロー。いや、この画像からもね、伺える、かっこいいですね、サックスね、そしてラジオ DJ とね、そうですね、ラジオ DJ の方も、よかったら、本当にロサンゼルスレディオ、ロサンゼルスから発信なので、聞いてるリスナーさんも本当にロスの方が多いんですけども、日本の方も聞いていただけますので、本放送はちょっとお昼なので聞きにくいかもしれないんですけども、再放送が水曜日の夜8時からっていう形になってますので、はい、再放送は日本時間に合わさせていただいております。ありがたいですね。なるほど。水曜日の何時から聞けるんですか？水曜日の、夜の8時から、はい、聞きやすい、まあ、日本時間、もうロスはね、夜中になってしまうんですけども、こちらはちょっと、日本時間に合わせて放送させていただいておりまして、今回の次のゲストがですね、バイオリニストの吉田宇宙さん、吉田翔平さんの方がゲストに出ていただくんですけども、もうこの方は今、菅田将暉さんの新曲のバックであったりとか、推しの子のね、ストリングスで演奏されているバイオリニストなんですけども、そういった、インスト奏者であったりとか、そして有名なミュージシャンが出ていただいて、海外の方で、その日本の音楽を楽しんでいただくっていう番組になってますので、ぜひぜひ日本の皆さんも聞いていただけたらと思います。いやー、今もうざっと聞いただけでもう、すげーなと思うしか出てこない。すごい、私もです。分身の術でも使ってんじゃないかなって、一人でこれやってるんだよ。一人じゃないかもしれないです。ね。そうです、そうです、そうです。これね、目まぐるしい。分身の術。ね、こんなに忙しい方なのに、こうやって私とかにもすごい気を使ってくださって、ご飯連れてってくださったり、本当に優しい方なので、あ、なるほどね、お人柄も優しい、あったかい方だと、はい、本当にそうです。もう私の大事な大事なゆつきなので今日はもうゆつきが一人で渋谷に行ったっていうのもなんかちょっと本当はね、夜中語ろうねって言ってたんですけども、ちょっと私が行けなくなっちゃったので、はい、私が和歌山ゆつきが渋谷の方に行かせていただいてですね、はい、かわいいかわいいゆつきをユッキーさん、はい、どうぞかわいがってあげてください。はい、わかりました。はい、もう本当ね、今日短い時間ですけど、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、いや、はい、
もう一度ね、あのなずきさんの QR を出していただけると、はい、アクセスはこちらになります、うん、こちらからです。はい、皆さん気になるなずきさん、はい、活躍目まぐるしい、はい、もう大人気、うん、ね、お忙しいですけど、はい、もうどの一つね、どのご活動一つとってもね、もう興味津々なんでね。そうです、そうです、そうです。1月待ってますよ、なずきさん。はい、本当ですね。もうなんか、はい、はい、もう早く行きたいです。はい、遅く1月遅くとも2月です。おー、はい、そうですね、本当にね、早く行かせてもらって、あの、はい、渋谷 VSLA ということで、はい、やっていきたいなと思います。はい、ぜひぜひ今日本当あの短い時間でしたけど、またぜひお声聞かせてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、名残惜しいけどね。そうです ね、またお会いしましょう、うん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。いやー、喋りもうまいね。そうです。もう俺こんな短い時間で自分のことを言えって言ったらね、ああでもない、こうでもないって言って終わっちゃうわ。私もです。苦手です、そういうの。ね。好きなこと喋るのは得意なんですけどね。ね、うん、はい、それでは次のコーナーです。はい。はい、こちらはスタエファクトリーさんの PV 映像になりますね。これ大人気です。はい。大注目ですね。はい。今回は、はい、かずみさん、うん、一緒に行ってまいりました。スペシャルな車、目白押し。はい、楽しみにしてください。それでは、伝えファクトリーさんの PV の方ですね、こちらの方行ってみましょうか。行ってみましょう。今日もスタエファクトリーさんにお邪魔しています。ありがとうございます。指導店長、はい、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お待ちしてました。そして今日はかずみちゃんにも来てもらってます。よろしくお願いします。店長、はい、今日はどの車でしょうか。はい、今日はですね、はい、この X3 をご用意させていただきました。 X3 ちょっとM スポーツというモデルにはなります。オイルだったりエアロパーツ大きかったり、はい、ちょっとこうスタイリッシュにも作ってあります。はい、あー、なるほど。 X ドライブってこれ4駆という 4WD という車なので205、2000cc ですね。あ、で、ディーゼルエンジン、あ、ディーゼルの音、ディーゼルターボになりますから、まあ、今回ちょっとエクサイズ X3 ですね。うんうん、すっごいかっこいい。これ街で乗ってもかっこいいし、アウトドアでも行けちゃう。あ、じゃあちょっと見てみますね。すごい、うん、でこのパネルも、ね、いい感じ。じゃあいいですか、すいません、失礼します。あ、座り心地がすごいです。はい、シートの脇がちょっと張り出したりしてて、うん、そうなんだ、これある程度こうフィットするような形にはなっててですね、うん、はい、あ、そうなんだ、まさか座った時にこう体動かないっていうのも疲れさせない、うん、あ、だからこんな感じでしっくりくるんですね。そうです、すごい、革もちゃんと硬くて、うん、はい、エンジンもかけて、え、いいんですか。ちょっと足が、あ、ありがとうございます。すごい、ちょっと なんか嬉しい、やってもらえるとありがとうございます。あ、これも、ね、自動でね、で、ここ踏んで、そのブルーボタンにスタートってあります、はい、そこ、あ、かわいい、スタートストップ、はい、ここ押していいですか。はい、あ、エンジン音かっこいい、なんかね、何このドゥルルンってやつ、え、かっこいい。これディーゼルでこんなかっこいいってなんかイメージがね、ガタガタもしないですよね。すごく安定してますし、すごい、やっぱりこう内装と同じように高級感を、はい、あの損なわないような車の仕上げ作りになっているんじゃないかなと思います。カメラの前、あ、本当だ、これ、え、何ですかね。え、前の画面がですね、カメラに切り替わります。あ、これあのバックカメラだけじゃなくて、はい、前にもカメラがついてて、うん、やっぱりこう高い車高が高い車って下がねちょっと見づらかったりします。真ん中の真下、これだから前の映像もちゃんとカメラで映るように。通常こう後ろにももちろんカメラがあって、先ほどあったフロントの映像と同じような映像も出せるますけども、この360度っていうと上からあの撮ったこの画像っていうのがあるので、まあその周りにですねどういう障害物があるかっていうのもこれで見ながら動ける。
失礼すっごいよく映ってた失礼いやかずみちゃんどこにいたの探したよ。実はここで、うん、この BM の素敵なとこいっぱい教えてもらってたんですよ。あ、シード店長に、うん、車の魅力かずみちゃんで言うとさ、はい、実はどここの車、ね、まず、うん、居心地がすっごい、あ、居心地ね、すごい居住性っていうのかな、うんうん、なんかね、うん、どうですゆき今座ってみて。いやもうね、うん、俺ここから離れませんもう帰らない。いや最高。そうですね、はい、はい、エンジンルーム、はい、オープン、はい、うわー、はい、ツインターボ、まあ、ディーゼルのね先ほどご案内した通りになりますけど、まあ、本当にあの結構、このモデルで言えば、まあ、すごくむちゃくちゃパワーがあってというよりは、うんうん、効率よく、はい、先ほどの燃費の話もそうですけど、はい、まあ、完成度も高くパワーもあって乗りやすいんだと。いやもうそういう心臓部、店長のこの表情からね伝わるこの情熱ですよ情熱、パッションパッションパッション、エンジン最高、効率がいい、まあ、SUV で、まあ、BMW SAV って言うんですけど、やっぱりこういう車格の車はポイントですけど、このパワーバックドアですね、ワンタッチで、これやっぱ大きいですから重たいんで、ぐわーっと上げてぐわー下げるの大変ですから、もうポチッと、遊びたいからみんなこれ買うと思うんですね。そうするとやっぱ中古車で出てくるときは、まあ、大体傷みんな遊んだ後なんですよ、はい、これどうですか、もう使ってる感じあります、これまるでこれはもう新車です。これすごくないですか、新車です。ここちょっとポイントでして、大体これではもう荷物でゴリゴリになりますから。なっていない、まだ遊んでないのかな。いや中古車らしくないっていう、いや本当にそういうのを質感かなり大事にして今仕入れてますから、すごくいい、はい、ね、広さもあるし、中古車のイメージをねこう変えたい、ね、はい、中古車とは思えないですね。さてさて気になるプライスですね、はいはい、268万円でございます。すごい、お安い、うん、乗り出しも300以下ですよね、268、300以下でいけると思います、はい、いいな、新車が600以上ね、前後しますから、あ、まあ、半分ね、はい、まあ、今日はずみちゃん良かったね、すっごく良かったです、うん、BMW っていいね、うん、もうね、夢心地ね、うん、最高、本当に素敵だった、この一台に出会えたっていうのはさ、うんうん、また今日ね、いい思い出になるね、なりますね、なるなるなる、はい、そんなかずみちゃん、はい、どんなことやってますか。あ、私はですね、うん、静岡を盛り上げるお手伝いっていうのをもとに活動しています。うん、どんな、静岡市の駅近くの飲食店さんの盛り上げる PR 大使っていうね、イベントの PR 大使をしてます。 PR 大使さんが隣にいるの知らなかったやばいすごいね、頑張ってます。いろんな活動してるんだ。はい、静岡を中心に。そうですね、静岡中心 で今日は初めての埼玉市、埼玉越谷市ですね、はい、お邪魔させていただいて、また来たいです。また来ようね、来ます、また来よう。かずみさんとゆっきーさんがすごい楽しそうで、 BMW の魅力がめっちゃ伝わってきました、ね、はい、最近最近ね、うん、猛暑なんでね、うん、この日も暑い日だったんですけど、暑そうですね、はい、現場は大盛り上がりです。あ、やっぱり伝わってきました今の映像で、ね、うん、そんなかずみさんの、はい、一緒に行ってきたかずみさんの画像をね入れていただけると嬉しいです。こちら、うん、一緒に、ね、現地へ行ってきたかずみさんはこちらからアクセスが、いただけますと。はい、もういろんなことやってるんでね、はい、はい、うん、すごく綺麗な方で、うん、かずみさんからもらった画像もね、もうユッキー偉そうですけど、うん、ね、シシド店長もう低姿勢で頭下げてます、はいはい、ね、かずみちゃんもお辞儀してます、ユッキーだけはちょっと偉そう、ユッキーだけ頭下げてない、なんでこの画像なんやってもうね、もう俺なんか偉そうじゃない、これかずみさんが選んだんですか。そう、もうまあいいんですけど ね、見てるかい、かずみちゃんた、はい、ね、どうでしたか、はい、そうですね、なんか私免許は持ってるんですけど、うん、車を自分の持ってないんで、うんうん、ちょっと BMW いいなって思いました。でしょ、いいなって思いましたね、はいはい、ぜひね、うん、皆さんこの BMW 自分も乗ってみたい車の一つで、はいはい、この PV ね、うん、まあ、一応1年続くという流れでやらせていただいてるんですけど、うん、車にとってね、本当に一番大切なものを教えてくるのが
BMW、はい、うん、で BM の本当の良さっていうのね、なかなか紙面上では伝わらないんで、うん、こういった形でご紹介をしながら、うんうんうん、本当にいい車だよと、自分が乗ってみたいっていうのはどういう意味、どうしてっていうのが伝わるといいなと思ってます。あ、そうですね、車とかでもそういうの大事ですよね、はいはい、なんか適当に言ってるような感じするでしょ、うん、でも一番初めに乗った車が BMW なんですよ。あ、そうなんですか、はい、じゃあやっぱりもうめちゃくちゃ思い出がある。思い出があります。うん、はい、まあ、次回もね、PV 続きますんで、ぜひぜひお楽しみにしてください。楽しみです。はい、はい、はい、それではね、お待ちかねの、うん、冬月みなさん呼んでみますかね。はい、はいはいはい、伝えファクトリーさんのご紹介も、場所の紹介もお願いします。はい、伝えファクトリーさんの場所になります、うんうん、埼玉県越谷市南扇島640-1、うんうん、国道4号バイパス沿いにあります、うんうん、素敵な社長さんとイケメンのししどさんが専門店と呼ばれるにふさわしいお店です、うんうん、皆さんぜひお便り寄りください。はい、ありがとうございます、はい、ね、場所の紹介、うん、まあ、今いただきましたけど、本当にアクセスがしやすい場所で、はい、国道沿いにありますんでね、はいはいはい、ぜひぜひ皆さん立ち寄るだけでもね、うん、車を見るだけでもいいんじゃないかなと、OK いただいてます。おー、はい、じゃあぜひ皆さん行ってみてください。はい、お願いします。さあ、それでは、冬月みなさんお呼びしましょうか。はい、行きますよ。 Welcome to 東京しゃべりクラブレディオ、冬月みーなさん。ありがとうございます。イエイ、お待ちしておりました。どうもこんばんは、よろしくお願いします。至急お願いいたします。お願いします。はい、安心感が、ね、え、はい、早速じゃあ自己紹介の方からいただきたいと思います。はい、私冬月みーなと申します。テレビ東京系列海遊何でも鑑定団のエンディングだったり、教育委員会地方自治体さんなどの楽曲今の歌わせていただいたり MC などをしております。どうぞよろしくお願いします。イエーイ、イエーイ、イエーイ。いやー、一気に明るくなりましたね。まるで俺たちが暗かったみたいではないか。暗くはないですよ。なんかやっぱりパワーが持ってるね。持ってますよ。すごいパワー持ってる。グッときました。とんでもないですよ。いや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 、ありがとうございます。まあね、あの自己紹介いただきましたけど、直近の活動などもちょっとね、はい、なんかトピックというかね、トピック、はい、こんなことやるよとか、こんな私だとか、なんかね、思いの丈を語っていただけ。本当ですか、なんか、はい、最初から告知みたいな感じ。大丈夫です、なかなかまず聞きたい、まず聞きたい。最近はですね、あの、うん、群馬県の沼田市というところがあるんですが、はいはいはい、そこ の、 あのラジオパーソナリティをやらせていただいております。だからおしゃべり上手なんですね。 FM 大勢というところで、あの、まあ、冠番組でお話しさせていただいております。いいなぁ。いやいやいいなぁ。ありがとうございます。はいはいはい、はい、あとは何だろう。あ、そのラジオは、いつ頃やってるんですか。あ、はい、うんうん、毎週土曜日の20時半からと、うん、あと再放送が日曜日の19時からやっております、うん、ちょうどかぶってるけど、まあ、ね、あ、そうですね。昨日みんな聞いてくれたと思って今日来ました。あ、うまいね、はい、今日被ってると言いながらも、はい、もうその生で ね、1回目の放送で聞いていただいてるはずだと、うん、でこちらを見てくれてると信じてきました。あこの返しのうまさはね、さすがです。俺じゃもうしどろもどろして終わりだわこれ、はい、勉強になります。いい、ありがとうございます。いやーもうね、この開運、何でも鑑定団、はいはい、こちらの方にも書いてます ね、 ね、こちらもう今ちりばめたんです。いっぱいテーブルにね、はい、いっぱいちりばめました。これ散らかってないですからね、うん、散らかってないです、ちりばめてます、ありがとうございます。はい、ちゃんとちりばめてます、はい、ありがとうございます。こちらの歌っていうのはどんな歌なんですか。はい、太陽になるという楽曲なんですが、うん、まあ、ちょっと私、まあ、入院してたこととかちょっと悲しい出来事があったんですが、 そうなんですね、それを乗り越えていくという、うんうんうん、まあ、みんななんか恋愛ソングとかそういうのが結構この世の中たくさんありますが、うんうん、はい、それよりもその今自分はちょっとどん底にいたけどそれでも這い上がっていくぞという、うんうん、そういう意味を込めまして。なるほど、はい、まあ、そういう楽曲がございますので、はい、まあね、今大変な思いをね、はい、されてる方に ご入院ねされてる方、うん、まあ、世の中にいろいろいらっしゃると思うんですけど、はい、そういった方にパワー力、うん、ね、はい、勇気を与える歌でもあると。そうですね、勇気を与える歌をやっぱりテーマとして、うんうん、誰かの心に寄り添うってことをテーマとして歌っておりますので、いいじゃないですか。寄り添われたいぞっていう方もね、まあ、ご健康な方もね、うん、
そうですね、ね、皆さんにこう寄り添う元気を出す励まされた、うん、これはねたまらんですよ。たまらないです。たまらんですよ。だからですよ、入ってきた瞬間なんかもうやっぱ元気になりましたもん、ね、パワーもらいましたもん。 ありがとうございます。どんなパワーもらえた。なんか、うんうん、ここまでよ。ゴッド、うん、ゴッドなりました。あ、ゴッドなんていうんですか、うん、なんていうんですか、オーラが私のところにもオーラドンみたいな。あ、なるほど、ね、なるほど、表現下手だな私すごい。いやいや、ありがとうございます。やっぱり敏感なんじゃないの。敏感ですか、うん、俺なんかね、あのなんかあ来たなってのビビッと来たんだけど、はい、すごいダイレクトに感じてるじゃん。はい、もうめっちゃ感じました。あ、すごいね、ありがとうございます、うんうんうん、まだまだ若いので私は。いや、さすがですよ。若さ、ね、ありがとうございます。当然ね、この番組、はい、まあ有名な番組ですからこちらで流れるとやっぱ反響もすごいんじゃないですか、はいうんうん、あ、そうですね、やっぱりあのたくさんいろんなところで聞きましたというご意見いただきましたし、それよりたくさんその後メディアに出させていただいたりとかしてますので、うんうんうん、もうこれがきっかけで、はい、そうですよね、はい、ありがたく。あの実はね、日曜日再放送なのかな、赤い運なんでも買ってたの。あ、そうそう、日曜日、ね、あの頃に自分はよく実家に行く時間なんですよ。あ、そうなんですか、はい、で実家に行くと、はい、来たよって言う、あんたちょっと黙っててあんたこれいくらだと思うっていうのね。あの前置きなしでそれかよ。いや、これいくら、5000円かな、あんた見る目ないね。これ5000円って言ったらね、あんたこれは現れるよ、これ桁1個違うでしょって言うと、でん50円とか。50、わーありますよね。ありますね。びっくりさせられてます。俺の目は節穴でも何でも、でも両方節穴。結構離れてますもんね。桁が全然違う。違う、いやあれね、本当盛り上がる番組で。そうですよね、ね、そちらのエンディングテーマ、はい、もう今流れてる。あ、今は多分地方によって、うんうん、あのちょっと差があるので、タイムラグというか、はい、あの東京では今流れてはないですけど、はいはい、もしかしたら他のところでは流れているかもしれませんので、はい、そのフレーズって今ポロッとこう歌うわけにはいかないんですよね。あ、うん、チラッとはダメなんだ。いいのかな、うん、チラッと聞きたいですよね。サビの部分とかダメかな。まあ、これあの、じゃ、作的な人ですか。ああ、そうかそうか。そう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 、ちょこっとなんか、私はここでとかこのぐらいだったらいいんじゃないの。それちょっと聞いてみたい。一フレーズぐらいの。じゃあ本当に最後の太陽になるって言って、うん、ああいいですね、いいですね。本当にすごい、あ、ちょっとうるさいですよ。はい、太陽になる、ここまで。すーげー、こんな声量、声量っていうの、ね、びっくりしました。いや、すごい、俺この全力出しても多分あの 30% にも満たない声量だと思う。ちょっと抑えめで今歌わせていただきました、ね、いや、これ歌ってこう、ね、この喉から出てるって、口から出てるってイメージあるんですけど、お腹なんですか、やっぱり。そうですね、はい、太陽になる。ちょっと違います結構違います、ね。え、太陽になる。あ、おなかなか出てますよ。一応歌ってるね。なんか俺が一番めめしい感じで弱々しい感じじゃないですか。大丈夫かな。女子力高いです。一番女子力を感じました。さっきも写真撮ってましたけど、女子力高かった。可愛かったです。こんな感じだった。やってました、やってました。可愛いみたいな。行かよって感じ、ね、行かよ、うん、ね、あ、そうですか、はい。まあ、今日もね、本当にこうお越しいただいたこと、うん、本当に感謝してます。ありがとうございます。はい、ね、ラジオの方もね、はい、もうちょっと詳細聞きたいんですけど。あ、うん、はい、ラジオではキャッチソングメーカーといいまして、うん、まあ耳に残る楽曲、うん、まあ、なんか街中歩いててもなんかフレーズ頭に残るなとか、うん、ありますね。で、そういう企業さんが PR したい楽曲っていうのを、うん、私たちが作成して、はい、で、まあ、私が歌わせていただくんですね。で、その楽曲と企業様のまあ、PR を、はい、ラジオ内でさせていただくということをすごいしております。すごいシステマチックな感じ。システマチック、うん、誰もが嬉しいラジオ。超プログラミング的なね。、うん、俺見習わないとさ。そうなんですか、うん、いや、すごいプログラミング的なシステマチッキングな感じがね、伝わってきます。今伝わってきました、今、ね、みんながやっぱりウィンウィンで楽しめるっていうのがね、今の一言でパンと伝わったんで、はい、本当ですか、嬉しいです、ね、ありがとうございます。どちらかというとね、自分なんかこうクラブハウスやっててもね、
あのメンバーさんと話してますけど、どこか独りよがりなんではないかなってこう振り返る時があるんですよ。すごく今ねお話スパンと聞いて、みんなが喜べる、みんながいろんなものを持ち寄れるんじゃないかなってイメージが、パッと湧きました。湧きました、湧きました。太陽になるっていう、ね、そこに繋がる感じです。まだやっぱり出てないです。出てないかな。ちょっとボイトレをぜひ。そんなミーナさん、はい、今日ね一曲ご披露いただけるということで、そうなんです、はい、いやこんな機会いただいて本当にありがとうございます。もうね今日なんという歌をね歌っていただけるのかなと、冬月ミーナの愛の旋律という楽曲を歌わせていただきます。はい、太陽になるじゃないんですね。あのね、あのいろ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 な理由が、大人の事情がありまして、知らないの俺だけですか。なんかあるんですか。大人たちがいろいろ言ってる理由が、俺だけ知らない。多分見てくださってる、聞いてくださってる方は分かってくる、来るのかなと思ったら、そうじゃないのね。あ、そうじゃないんだ。聞きたい方はぜひまた別のね、いろんな楽曲も聴いていただけると嬉しいので、そういうことね。後でその大人の事情教えてください。俺だけが終わってからこそっと教えます。今言えないんで。あ、そうなんだ。後でこそっと。今度打ち合わせしてるね、ちゃんと。ね、すごいな。じゃあ早速ね、スタンドマイクございますんで、こちらの方で移動させていただきます。曲の前にちょっとね、どんな思い入れがあるとか、その辺も聞きたいね。さっきのだけでもすごかったって。ビビったよ。すごいなと思って。ちゃんと歌を聴けるなんて、ちょっとやばいですね。やばいやばい。はい。あ、じゃあね、これどんなタイトルの曲で、どんな思い入れがあるかってもちらっと聞きたいですね。はい、愛の旋律という楽曲なんですが、こちらその夢をその破れてしまったとか、なんて言うんだろう、挫折しそうになってしまったとかいう方ってたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、それでも、私はその光の方へ手を伸ばして歩き続けますよという、こちらも寄り添うというのをテーマにしております。すごいですね。はい、じゃあ、タイトルの方もう一度お願いします。はい、愛の旋律です。よろしくお願いします。はい、冬月ミーナさんの歌声で一曲いきたいと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、すごい、すごいですね。圧巻ですね、これね。人生の中でね、俺圧巻って言葉使ったことないんですけど。本当ですか。でもその言葉が本当にぴったりなぐらい。そう、知ってはいるけど使ったチャンスね、試しがないんですよ。圧巻ですね。 ありがとうございます。なんかすごいたくさんの方今バーって止まってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです。これは立ち止まっちゃうよね。立ち止まっちゃいます。いや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 、ね、みーなさんの、アクセス先、こちらの画像を出していただいて、こちらです。こちらから、最新情報と、こちら、嬉しい曲の方も購入いただけるのかな。あ、そうですね、はい、楽曲もありますので、ぜひチェックしてみてください。いや、もうね、今ね、もうスクリーンショット写真ね、撮っていただいて、ありがとうございます。フォローをいただいて嬉しい。いや、嬉しいですね。ありがとうございます。いや、もうね、曲に対する思い入れとかね、タイトル、詩の内容もそうですけど、本当にね、こんな時代、いつの時代も大変とは言うんですけれども、はい、いや元気をもらえる、ね、元気を、ね、待ち望んでる人って多いと思うんですよ。どの時代もやっぱりそれが一番ね、必要ですからね。みーなさん、一回こう体調崩されたっていう、その時はどんな心境になるんですか。なんかやっぱりツイッターとかで、アイドルの子たちが、もともと元アイドルだったので、そのワンマンライブやりましたとか、テレビ出ましたっていう時に、なんで私こんなベッドで寝たきりなんだろう。私ももっと歌いたい、届けたいのに、本当悔しいっていう思いがあったので。なるほどね。まだね、俺この年にしてね、年齢非公開なんですけど、入院したことがないんですよ。でもいいことですよ。ね、だからいつかガクンと最後はね、落ちるようにこう穴ぼこに落っこって終わるんだろうと思ってますけど。でもね、やっぱりね、そういう経験っていうのをね、すごく生かされてるな、歌にこう込められてるなっていうのが伝わるんですよ。やっぱり経験って何事も無駄なことってないんですよ。あ、すごい、来た、来た、名言が出ましたね。そうなんです。無駄なことは何もない。無駄なことは何もないんです。落ち込んだとしたら、自分のご機嫌は自分で取る、これは大事だかなと思ってます。いやー、俺結構グズグズするんでね、もう今日本当勉強の回、ね、叱られの回って感じもして、叱られてる感じがします。本当にずっと来てますか。反省しろよって、ね、いやいやいや、今日ね、本当短い時間ですけど、
まあ、貴重な時間エッセンスお話をねいただいたと思います。ありがとうございます。なんかねファンの方に何か伝えたいメッセージなどありましたら。はい、はい、これ告知でも大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。10月の5日にタワーレコードがすぐそこにあるんですけど、うんうん、そちらでアイドル36号という番組に出させていただいたり、うんうん、あと、1月28日にちょっと誕生日が本当は9月なんですけど、そっちにコンサートをですね、うんうん、ソロで、うん、ソロのコンサートを開かせていただいたり。なるほど。はい、あとは、まあ、M3 という、はい、同時音楽即売会があるんですけど、うん、そちらで CD を発売させていただいたりするんですが、うんうん、詳しくは、はい、Twitter、まあX ですかね、はいはい、そちらをご覧いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひねまたスタジオにも遊びに来てください。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、冬月みーなさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではね、さっき俺が言いそびれちゃったあのプレゼントです、うん、あ、はい、はい、プレゼントの告知などをお願いしたいと思います。あ、はい、はい、やってください。はい、今日もねドリンクですとかいろんなもののね、はい、プレゼントがございます。レッドブルさんからドリンク6缶、伝えファクトリーさんから、とってもおしゃれな素材にこだわりがありますオリジナル T シャツ、オーガニックサイエンスさんからマグバーム、そして本日スタジオ出演の3人のシナリオトップページにメッセージとサインを入れてセットで1名様にプレゼントします。はい、噛んでしまいました。いや大丈夫です。はい、プレゼントこちらからですね。はい、キーワード2つを忘れなく。ところで、ミーナさん、はい、はい、プレゼントキーワード1つお願いします。そうだね、さっき名前って言ったんですけど、うんうん、寄り添うにしようかな。はい、寄り添う、ありがとうございます。はい、はい、そしてもう1個、ゆつきさんからお願いします。私はあの自分が好きなので、うん、じゃあ、うん、あの私のファーストアルバム月白の白い、月白ね、月白で、はい、かりました。お願いします。ぜひ、この2つのキーワードを忘れなく、先ほどもう1回出していただきますが、 QR コードね、プレゼントはこちらからです。はい、こちらから、アクセスいただいて、はい、うん、プレゼント、直筆メッセージがねついてます。はい、はい、それではねコスロイドさんのメイクマイミュージックを聴きながら今日はお別れになります。本当あっという間だね。あっという間でしたね。50分ってあっという間。はい、楽しかった。楽しかったです。こういう感じでね。あ、はい、見せてください。この直筆のメッセージカードをプレゼントします。メッセージカードも。はい、コスロイドさんの、はい。こちら、あ、見えるかな。はい、大丈夫か。こっち、あ、こっちこっちこっち。そうですね、あ、こんな感じ。はい、こんな感じです。はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。